こんにちは、オタルリールメンテナンスです。今日は07ビーストマスター3000のオーバーホールです。クラッチがハンドル動作で戻らない症状です。クラッチカムが折れてました。折れた部品も修復可能です。あとはきれいに洗浄とグリスアップ。モーター動作も問題なく、クラッチもちゃんと動くようになりました。ご視聴ありがとうございました。